香港チャンネル。質問が来ております。幻冬舎の健城徹社長が SNS で木原官房副長官について、こんな人が政権の中枢にいるならもう日本は終わると投稿していましたが、どう思いますか？終わると思います。いろんな噂私も聞いてますので、まずはこの幻冬舎の健城さんがなぜこんなに怒ってるかっていうね、東スポの記事なんですけども、木原誠二氏に釈明に反撃、人の痛み感じない政治家とね、健城さん怒っておりますわね。健城さんは今月5日トークアプリ7555というのがあるんですか、岸田文雄内閣で官房副長官を務める木原誠二氏について言及、ガーシーという人が自民党の木原誠二副官房長官に対して言っていたまとめを初めて見た、本当にガーシーという人が言っている通りだ、こんな人が政権の中枢にいるならもう日本は終わると批判したと。健城さんってあれですやんね、もう政界にもね、いろんな知り合いがおって、健城氏はその際知人を通じて木原官房副長官を紹介された際のエピソードを紹介と、2021年の12月ある方が木原誠二さんを紹介したいと強く言うので指定された21時半に指定された店に行った、店に到着したら未成年なのか成人なのかわからない、女性が20人ぐらい呼ばれていたと明かした上で、名刺を差し出さず深夜まで女性とカラオケに工事、最終的には泥酔して携帯電話なくした木原氏の衰退を晒したというところで、名刺を差し出さずやって、もう本当に困ったもんやね。まあ、健城氏はその後も木原氏への糾弾を強めておりと、木原氏が健城氏の証言に対し、8日ね、自分はちょっと顔を出してすぐに帰った。携帯電話は紛失していない、などと周囲に釈明していることを受け、次のように宣告した。嘘はダメだよ、木原さん。あなたは12月21日、流行り病の中、21時40分頃から3時過ぎまで20人ぐらいの女の子たちと酒を飲みカラオケをしていた。泥酔して帰宅し、朝になって携帯がないことに気づき、店の関係者に問い合わせて大騒ぎになった。電話は出て、来てよかったが、それが事実でないと言うなら、何人かの証人に証言してもらいますよ。もうやめようかと思ったけれど、嘘ばっか本当かはっきりさせようというところで、まあここまで言われるんですけども、この健城社長の話が、信憑性が高いんではないかと。さらに木原誠二副官房長官殿、僕は木原誠二副官房長官に21時半に会ってくれと紹介者に言われ、その日の会食の時間を早め急いで会食を終わらせて、起業した友人のキックオフパーティーで10分だけスピーチして、指定された21時半にあなたに会うために紹介者の経営する六本木の店に行った。僕はあなたと会うために満床を繰り合わせたんですよと、僕は紹介者とあなたと3人なのだと思っていた。別に僕は会いたかったわけではない、紹介したいと言ってくれたあなたの兄貴分を立てたかっただけ、店について紹介されたお互いに名刺を出すのは当たり前の礼節だろうとぶちまけたと、健城さんは出したんですけどね、向こうは出してないと。健城氏の怒りは9日にもなっても収まらず、木原誠二先生に渡した僕の名刺を返してほしいとさえ思っている。いや、あの場で泥酔していたようだから、すでに紛失しているか破られたり捨てられたりしている可能性が強い。人だと思わない政治家、人の痛みなど感じない政治家、そういう政治家を許してはならないときっぱりというところでね、別の投稿で木原誠二官房副長官
のひどいエピソードで現役の国会議員からもバンバン僕のところに入ってくる、こんなに嫌われているんだと、ただぼと垂れ込みが寄せられていることも匂わせたと。木原さんはね、留任というところでね、当該の内閣人事で、ね、これガーシーさんがおっしゃってるね、東谷議員もおっしゃってるところでね、一流企業の方との関係もあって、この健常さんとおった時にも二十歳いってんのかいってないのかわからんような女性を20人、色の話はよく聞きますけども、専門家のね方々、元内閣参与の先生もおっしゃってましたし、あと現役議員の方もおっしゃってましたし、あと作家でジャーナリストの方もおっしゃってましたけども、本当にこの方はどうするんかなって。そしてね、統一教会との問題もこの木原さんの地元秘書が統一教会のに何かね言ってたみたいなことがあったようなことと、そして磯崎副官房長官、ダブル副官房長官がね、まあ官房長官は関係団体の行事に来賓として出席というところで、ほんで、ね、でこの木原さんがね、あのブルーリボンつけてるのもね、私は本当に腹の底からそう思ってるのかなっていう感じが見え隠れするっていうね。もうね、いろんな週刊誌の方々つけてった方がいいと思いますけどね、本当に。そうすれば、国のために働くようになるんではないかなと思うところでございますし、この海外ビジネス投資支援室っていうのをね、立ち上げたっていうのがね、TBS の方のニュースでありましたけど、政府中小企業の海外進出支援強化司令塔支援室を内閣官房に新設へと、木原官房副長官は中小中堅企業の、海外進出に向けた支援を強化するため、司令塔機能を持つ海外ビジネス投資支援室を内閣官房に新設すると明らかにした。何を考えてるのかなっていうところと思います。高井先生のツイッターでございます。円安で国内回帰というアベノミクスの逆だなというところでございまして。で、また、ね、ツイッター上げております。しかも、高井先生です。しかも、こんな屋上屋の組織、財務省の室長ということは、新しいポストを作ったのかな、岸田政権は役人天国だな、というところで、皆さん本当に注視してくださいね。この、木原官房副長官っていうのには、本当にね。そして、高井先生、とどめのツイッターで、海外ビジネス投資室、支援室、海外進出より国内回帰が筋なので、筋割るという、しかも屋上屋で新設ポストなので、官僚うわうわという二重にダメ以上ということでございまして、本当にね、やばいなという岸田新内閣、本当にどうするんでしょうかというところで、これからがこの源頭者の健常社長の言動にも注意する、そしてガーシー議員のね、この木原議員の、まあそういうところにね、しっかりこういう方が、これがまた報道されへんからね、本当にもうどうなってんのかなって思うところでございます。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。